はいどうもゆうとです。今日もプロスペースやっていきましょう。ということで今回はですね、こちらの10連ワールドスターセレクション引いていこうと思います。こちらのスカウト購入3回目が S ランク選手1人確定で、購入6回目が S ランクワールドスター選手が1人確定ということで、まあ60連引くことができれば前田健太選手、田中将大選手どちらかがゲットできるというスカウトになります。まあただね、購入1回目から6回目っていうのが S ランク選手が出たらワールドスター選手の確率が 30% ということで、まあ60連引く前にね、前田健太選手、田中将大選手がゲットできる可能性も結構あるので、まあいいスカウトなんじゃないかなと思います。まあただね、こちらのスカウト引くかどうかっていうの結構悩みまして、まあこちらのワールドセレクションが出てから数日が経ってしまったんですけど、まあまず一つ目の悩みとしてはエナジーですね。前回のねセレクションで800エナジーぐらいまで減らしてしまって、そこからまあ2300エナジーまで持ち直したんですけど、まあこちら60連引くことになると1500エナジーがかかってしまうので、また800エナジーに戻ってしまうと。まあただね、こちらのエナジーに関してはもうちょっとで出るアニバーサリーのために取っておこうかなと思ってたんですよ。まあそこでね、アニバーサリーで出てくる選手をちょっと確認し直したんですけど、まあ今回のアニバーサリーなんですけど、セレクションの方で結構いい打者が出たので、まあバッターで欲しい選手で行くと西武の秋山選手、ソフトバンクの柳田選手、オリックスの吉田正尚選手かな。まあただオリックスの吉田正尚選手に関しては3100のをちょっとゲットできているので、まあ無理に狙っていくとこではないかなと。まああと柳田選手はベスト9ゲットしてるので、まあスピリッツちょっと200下がってるのと、まあ秋山選手は当分ゲットできてないので狙っていきたかったんですけど、まあ今自分のオーダー的にはね、外野手がもうめちゃくちゃ揃ってるので、まあここはね、この3人の打者無理に狙っていくとこではないかなと。まあそんな感じで考えていくとね、投手狙いでいこうかなという感じになってくるんですけど、まあ投手でいくと菅野選手、山崎選手、千賀選手、山本選手、則本選手、岸選手、このあたりを個人的に狙っていきたいかなと考えてました。まあそんな感じでね、投手に関しては結構欲しい選手多いかなって思ってたところで、このワールドスター選手出てきまして、2人ともね、前田健太選手、田中将大選手両方能力がオール A なんで、それでいくとアニバーサリーじゃなくてこちらのワールドスターゲットした方がいいんじゃないかなという結論に至りました。まあもちろんね、諦めずにエナジーの方貯めてってアニバーサリーに間に合わせたいなとは思ってるんですけど、まあいろいろ考えた末にこちらのワールドスターセレクション引いていくことにしました。まあこちらをね、引いていく前に、まあエナジーの方でコメントでね、この短期間でこんなエナジーが貯まるのは異常なんじゃないかっていうコメントが結構来てたので、こちらの2300エナジー無課金かっていうのを、証拠の方をね、見ていただこうかなと思います。履歴ですよね、こちらですね、2304エナジーのうち優勝0エナジー、無償2304エナジーということで、今回も無課金で頑張って貯めたエナジーで引いていこうと思います。コメントなんかでね、こちらの1ページ目だけでは証拠にならないということなので、一応全部のページを見ていただこうと思うんですけど、ちゃんと無償でゲットしたエナジーばかりになります。あ、これは5ページ目以降はいけないんですね。一応全部無償ということです。まあそれではね、無課金の証拠も見ていただいたということで、こちらの10連ワールドスターセレクション引いていこうと思います。まあ引いていく前にね、今回出る2人の選手の能力を軽く見ていこうと思うんですけど、まあまずカープの前田健太選手、ついに能力がオール A になりました。まあちょっとね、ワールドスターの前田健太選手の歴史を振り返ってみようと思うんですけど、2016のワールドスターの前田健太選手の能力は9位78、制球75、スタミナが83だったんですよ。そこから2017年になると、9位が78、制球79、スタミナが83に上がります。そして2018になると9位制球が79に上がり、スタミナが83と、そしてついに2019ワールドスターになると9位制球が80、スタミナが83ということですね。なぜか毎年前田健太選手の能力がちょっとずつ上がっていってるという
う感じなんで、まあ、カープファンとしてはめちゃくちゃありがたいっていう感じですね。まあ、球種の方も結構豊富で、まあ、スライダーがね、2種類あるという感じです。まあ、成績的には15勝8敗、防御率 2.21 ということで、まあ、ノーヒットノーランも達成した年ですね。まあ、こちらの前田健太選手に関しては、A ランクの前田健太選手も2枚くらい持ってるので、限界突破もね、していけるので、ぜひ狙っていきたいなというふうに思っております。続きまして、楽天の田中将大選手、マー君ですね。能力的には、球威82、制球84、スタミナ84ということで、オール A です。まあ、能力的にはね、若干前田健太選手よりはいいという感じですね。で、まあ、こちらの田中将大選手のすごいところが成績なんですけど、24勝0敗、防御率 1.27。まあ、この年はほんとすごかったですよね。まあ、負けなかったんでね、24連勝。いや、こちらの田中将大選手もめちゃくちゃ欲しいです。まあ、簡単にね、二選手の能力見ていただいたんですけど、まあ、能力的には若干田中将大選手かな。まあ、ただね、カープファンなんで、まあ、オール A になった前田健太選手、めちゃくちゃ欲しいということで、まあ、どちらが当たってもいいというような状況です。まあ、ただね、エナジーの方が2300しかないので、今回のスカウトに関しては、60連出る前に、まあ、どちらかの選手が出てくれさえすれば、そこで、まあ、こちらのスカウトは終了にしようかなというふうに思ってます。まあ、ということで、理想的にはもう10連を引いた時点でね、どちらかが出てくれて終了というのが理想なので、まあ、それを目指して、早速スカウトの方を引いていこうと思います。それではね、10連目引いていきます。ここで、前田健太選手、田中将大選手が出ることを願っていきます。はい。さあ、お願いします。とりあえず、S ランクの確定演出が欲しいけど、さすがにちょっと、微妙ですね。微妙か、微妙か。まあ、ここでね、ワールドスターの A ランク選手なんかが出てくれれば嬉しいですけどね。さあどうでしょう、どうでしょう。おー、ワールドスターは出なかったか。それでは20連目ですね。ここで S ランクが出てくれれば嬉しい。まあできるだけね、エナジーは消費したくないんでね。さあさあ、いやー、ちょっとこれも厳しいか。割れろ割れろ。いやー、まあこうなってくると、まあまあまあ A ランクの、おー来た。これで前田健太選手出ると、もう限界突破はすぐ3までいけるという感じですね。お、西川春樹選手だ。おー、限界突破いけますねこれは。さあワールドスター、おー、マー君来た。これはいいっすね。 A ランクの出は素晴らしかった。それでは購入3回目なので、 S ランク選手1人確定です。なので、まあ、ここは確率的には 30% の確率でワールドスターが出るので、まあ、ここで決めたいですよね。ここでどちらか出てくることを願って引いていこうと思います。それでは行きましょう。30連目。まあここは確定なんでね、まあ、ほんと理想を言うと、ここでもう2枚 S ランク出てね、2人ゲットできてしまえば一番いいんですけど。さあ、いや、ワールドスター欲しいね。ワールドスターが欲しい、マジで。いや、全然じゃん、全然じゃん。おー来た。やったやった、前田健太選手、しかもあと1人ある。次マー君出ればもう俺嬉しすぎて泣いちゃうわ。さあマー君来て、頼むマー君。まさかの前田健太選手2人。なんか最近多いなこれ。坂本選手も3枚出たしね。いやいや、でも良かったですね。これは本当に良かった。前田健太選手ずっと欲しかったんでね、初めて S ランクゲットです。いやー、前田健太選手ね、いつかまたね、カープに戻ってきてほしいっすね。いやー、今回前田健太選手ゲットできたんで、しっかりね、育成していこうと思います。
まあということで今回10連ワールドスターセレクション引いていったんですけど、まあちょっとね個人的には60連引いてマー君が出てくれれば両方ゲットできるんでめちゃくちゃ嬉しいなと思うんですけど、まあここでまたねマエケンが出ちゃうとエナジーだけ減って結構テンションが下がってしまうので今回はやめておこうと思います。まあぜひねこちらの10連ワールドスターセレクション引いた方なんかはコメントで誰が出たかなんかをね、残していただければなと思います。それではねこれからもプロスペース頑張っていきましょう。ありがとうございました。さあ顔を上げて深く息を飲め、視線が着地したら張り上げろその声を、握っている拳の強さは叶えと願う偽りなりフレーズ、届きそうで届かないこの距離も散歩下がって上層をつけて越えていけばいい、新しい未来へと解き放ってドアを、今見えるものそれだけが現実じゃない、這い上がれ何度も切り開け朝を、今を想うことそれだけが理想じゃない、自分で歌ってる踊りつまずいたってできる、挑め行ける新しいステージへと。